熊川でございます。熊川 is radio。 今日は、第34回ですかね、お送りいたします。今日は、2021年7月の29日、木曜日でございますね。平日ですが、ちょっとね、たまたま今日、労働の方がなかった、お休みだったんで、そう、週末、今週末は、前回の放送で、告知させていただいた通り、大分県宇佐ですね、宇佐の音小屋リブートをにて、開催されますライブイベント、これブラックホール、オリオブラックホールの主催イベントでございますね。ブラックスピリットシリーズというもの、に今週末、7月31日土曜日、15時開演ですかね、に出演いたしますんで、今週土曜日はこのラジオの更新ができないと、いうので、今日急遽収録をしております。今はね、昼間の3時ぐらいですね。ビールを飲みながら、今日はキリン新一番搾りを飲んでおります。皆様1週間お疲れ様でございます。ちょっとお先ですけど、ありがとうございます。まあ前回の放送が、週末だったんで、まだ何日かしか経ってないんでね、特段変わりはなく、平日は労働の汗をね、暑いからさ、このところね、いつも汗でびっちゃびちゃになりながらね、チャリンコを漕いでおります。そうね、特段だから前回から変わったことは特にない何話そうかなと思いながらの K 熊川イズレディオ第34回でございますね。今日は休みだったんでね、まあ言ってもね、子供が夏休みですから、まあね、子供と時間を過ごしながら、そうね、ね、前回のこのラジオでも、話したんですけどね、いろいろこの先少しやりたいことをいくつか、この YouTube チャンネルでカバーズの企画をやりたい、っていうのと、あと新しい音源ですね、夏の間になんとかっつって、悪魔とシンガーソングライターというタイトルのシングルですね、マキシシングル3曲入りくらいのものをなんとか作ろうとしておりますですね。そうそう、でその悪魔とシンガーソングライターというシングルをまず作るんですけど、それがそのね、ケイ熊川がこうやってソリストとして活動を始めて今年で10年と、2021年で10年、2011年から始めたんで、10周年っていうんで、10周年のお祝いのね、記念のシングルとして、その悪魔とシンガーソングライターという音源をまずリリースいたしますという話を前回しました。でね、でもう一個ね、ちょっと作りたいものがあってね、
これはだから前々から言っている総決算的なもの、ザ・ダークパーティーという名前で当初リリースする計画を立てていたものとはまた別に、この10周年というかね、ソロでって言ってるのは、だから10年前、2011年より前にはずっとね、いろいろこうバンドとかユニットとかに、参加したり、みたいなことをね、ずっとバンドやってたんでそういうものがなくなってね、夢破れて、ね、悶々とした時期を過ごした後に、このソロを自分の名前を持ってきて順でやりだしたんでね、まあ10年やって、まあね、成長は一切してしていないね。成長とかさ、みんな好きだよね。なんでしょうね、自分を高めるっていうんですか、あんまり興味がない向上心なんだろうね、なんかね、その、進歩とかもあれはあんまり好きじゃないんだよね。進歩はまあ、自信があるんですけどね、進歩的な考えとかさ、なんだろうね、まあまあいいか、そりゃそうそう。でもう一個、10周年っていうところは、そう、さっきの話っていうのはさ、だからソロでやって10年っていうんでね、悪魔とシンガーソングライターという、シンプルなロックソングを集めたマキシシングルを作りてっていう計画が一つと、もう一個はね、もう一個あるんですよ。もう一個あんのも作りたいと思って、やっぱ、まあね、10周年になって1回しかないですからねそう、10周年記念作の第2弾として作りたいものの話をちょっと今日はやっときましょうかね。ね、これで言えば多分やるんでしょう。ね、これで作りますと言えばやんなきゃいけなくなるからさ。ね、そう、もう一個っていうのはね、なんだろうね、まだタイトルとかも何も考えてないんですよ。ないんですけど、ね、そう、それがあれですよ。今回の、おそらくこの動画の YouTube にアップしているこのラジオの、サムネイル画像っていうんですか、これを聞いている時に、この画面はね、いつも何らかの写真とタイトルを入れてっていう形に作ってるんですけど、画像をね、この画像ですよ、おそらく、まだ作ってないけど、その画像を使うんだと思います。これがジャケットになる音源を作りたいんですよ。これがジャケットになります。でこれ何かっていうと、これね、おそらく俺がね、19か20歳ぐらいの頃の俺なんですよ、これ。でね、まだ実家にいてね、唐津の町で暮らしてる頃ですね。そうそうそう、これはだから多分20歳ぐらいだと思うんですけどね。その頃お付き合いしていた女性と、夏に海へ行って、あれ、これはだから唐津のね、西の浜っていう海水浴場があるんですけど、おそらく西の浜だと思います。西の浜に、なんかね、こうやってテーブルとパラソル持って、ラジカセ持って、ラジカセですからね、当時はカセットテープですよね。ね、あのお気に入りの CD なんかをこうね、で自分で編集したカセットテープをみんな作ってたっすよね、時代的にはね。そうそうそう、そういうことめちゃくちゃしてたっすよね。あの車でね、カセットテープを聞くから、それで自分のベストをね、今自分に着てるものでこうね、だからさ、46分テープとか54分ぐらいのテープだとさ、こう曲を入れていくと、こう A 面の終わりに差し掛かるとさ、だいたいね、ずっと編集やってると、テープの厚みと一応分数で計算したら、おそらくあと2分半ぐらい残ってんなみたいなのあるじゃないですかね。それをきちんと A 面最後までやりてえっつんでさ、2分半ぐらいの曲リストが頭の中にみんなありましたよね、当時ね。で、あと2分半ぐらい余った時には、まあこの曲かこの曲入れるよなみたいな、やり方をやってましたよね懐かしいですね。
何の話だっけそうそうそう、その二十歳ぐらいの頃ですね、確か多分、うん、の写真なんですけど、そうそう、当時ね、こうポラロイドカメラ、うん、を買ってね、女の子と遊びに行ったりなんかしてね、ポートレートを取りやっこしたりとか、若い青春ですね、うん、何の話、そうそうそう、そうで、その頃にね、要はですよ、その福岡に出てきてずっとバンドをいろいろやったりしてたんですよ、あの2000年以降ねで、そういうもののバンドの活動が終わって、一人で悶々と、まあ、福岡でね暮らしながら、ちょっとなんて言うんだろうね、自分の人生について、なんて言うんでしょうね、落とし前をつけるっていうんですか、うん、そういうのでケイ熊川を始めたのが10年前なんですけどね。だからそれより前のそのバンドやらをやるために福岡の街に出てくるより前ですね、10代の頃どんな暮らしをしていたかというと、まあなんかね、働きながら、もう本当にね、なんでしょうね、まあ一時期引きこもったりなんかしてましたからね、うん、引きこもってずっとギターを弾く、絵を描く、ね、夜中中ずっと本当に、ね、ギターを抱いたまま寝るような暮らしを当時していて、で、ね、それこそカセットテープの MTR っていう録音機材を買ってきてね、そこにこう多重録音、一人でね多重録音で曲を書いて作って、録音したりとかいうような、あの頃の悶々としたもの、あれがあの頃本当なんつうんだろうな、腐って、ねえ、その自分の行方が見えない人生について焦って、ねえ、布団で寝ていても泣くようなことが若い時にはあるじゃないですか。自分に期待している期待値を自分が超えられないんですね、うん、あの盆栽ですからね、そういう部分でね、悶々としていたあの時期というのは辛かったんですけどね、当時の自分はね。だけどあの頃にやっぱりその一日何時間もギターを弾いて、うん、今のようには、ね、曲を作れないんですね、アホだから、うん、そういうね、言ってしまうとチープですけどね、技術だったりそういうなんか体系がね、ものを作るっていうことが体系立てられていなくて、自分の中にね、自分の設計図、回路っていうんですかね、回路図、どういうふうにして曲を作って、どういうふうに歌えばそれを自分が思っているように再現できるのかっていうことができなかった時代に、やきもきしながらもただただ毎日毎晩朝までギターを弾くということをずっとやっていったあの時期に、その時期に、この写真の時期に書いた曲を今歌ってみたいと思ったんですよ、その10代20代前半の頃、まだこっちにも福岡にもね出てくる前で、田舎のほんと川と田んぼしか窓から見えない山とね、そこで悶々としていた19、20歳の俺がやりたかったことが当時はできなかった、うん、上手に歌えねえ、上手にっていうか欲してる声が出ないだとか、いろいろあってこうできない、うん、ね、作詞の能力も追いついていないという中で書いたものというののメモがいくつか残っていて、うん、残ってないものもたくさんあってね、当時カセットテープなんかももう全部なくなっちゃったんでね、そう、当時の歌が残っていればね、
それをここでかけて面白がるっていう手もあったんですけど、うん、何しろ俺は家から逃げて、この町に来てっていうような、なんですね、あるある話がありますので、家のものね、何でしょうね、そう、家族の写真とかも、自分のガキの頃の写真なんかも俺は一枚も持ってなくてね、うん、記憶の中にしかないんですよ、うん、なのでね、それをこう引っ張り出しながらっていうんでね、要はだから当時のまま一言一句覚えてる曲ってほとんどないので、19、20歳の頃に俺が書いた曲を今俺がやったらどうなるんだろうっていう音源を作りたいって、ごめんなさいね、話が長くて、そう、その2、要は 10代、それから20代そこらの頃の自分に今回顧して、それをね、会いに行くということを一回やりたいと思ったんですよ、うん、もっと年老いてやってもいいんだけど、まあ思いついたんでね、今45になりましたからね、だから25年前ね、四半世紀経っておりますからね、だから歌詞なんかも全部覚えてないから、おそらく補強、今の俺がそこに行って補強しに行くっていうようなことも往々にしてあり得るとは思うんですけど、そういうアーリーイヤーズっていうんですか、あのそういう、19、20歳の頃に書いた曲を自分でやってみる音源を、うん、作りたいというようなことを考えているんですよ、うん、なんだろうね、なんかこう思うっすよ、もう自分自身はさ、今もう年より年食ってるからまだね、物の凝視方っていうのはあるんでしょうけど、もうそれでも生きにくいですけどね、ただ若い人たちはね、要はだってさ、こうやって歌を歌っていろんな場所にライブ行かせてもらうとですよ、今そんなやって20代のシンガーの方なんかとね、話させていただく機会は多いんですよ、うん、でそういう時にね、ね、基本的に俺はものを助言をする、うん、みたいなことは一切やらないんですけど、うん、助言を求められたらちゃんと成功している人に助言を求めに行きなさいよっていうアドバイスはするかもしれないですけどね、当たり前ですよね、うん、ね、サーフィンが上手くなりたかったらサーフィンが上手い人に聞きに行くべきだと思いますからね、だから音楽で成功したい人は音楽で成功している人に聞きに行かないと、うん、ダメですよね、基本的にはね、なんですけどやっぱ思うわけですよ、俺はそうやって二十歳かそこらの頃っていうのはすごく生きづらかったのでで、そこだけは少し想像はできるですよね、ああ生きにくいんだろうなって、うん、同情するというかでもさ、逆に言えばですよ、俺が19、20歳の頃にね、40代のおっさんから、うん、いや大丈夫大丈夫、だんだん生きやすくなるよって言われても、そんなの信じないじゃないですかねえ、そういうの信じてなかったので、だから基本的に俺若い子に何か言ったってね、ねえだからそう、だからなんだろうね、アルコールとエロ、うん、があれば俺は生きていけるっていう老害の生き方をのステレオタイプになった方が、うん、そうそう、人とコミュニケーション取るときに俺はフェアだなと思っていて、うん、そうしてますっていう話ですね。そうなので、この、課題、仮、
仮タイトル、うん、アーリーイヤーズのようなもの、アーリータイムズのようなもの、うん、を、悪魔とシンガーソングライターっていう K 熊川活動10周年記念シングル、うん、の第一弾となる悪魔とシンガーソングライターというものをまず一生懸命作って、でそれできたら次はねこの、うん、仮タイトルアーリーイヤーズのようなものを、うん、作りたいと思っています。うん、そうそう、うん、いくつか覚えてる曲があるからね、そういうものと、うん、まあな、うん、そう、まだ何の曲をそこにやるのか入れるのかみたいなことはあんまり考えてない、いくつか、うん、あるっすけど、そうだからなんだろうね、オクラだし、なんこういうなんて言うんだろうね、若い頃のアウトテイクでもないしな、なんだろうね、うん、そういう変なものを一発ここで作っときたいなと思うっすね。なので悪魔とシンガーソングライターはすごく新しめの曲がいくつかあったり、作ったばっかりの曲があったりっていう最新のもの、今のケイクマ川というものがありながら、そしてそのなんていうんでしょうね、原点っていうんでもないのかもな、なんでしょうね、うん、卵のようなものですね、精子のようなものですかね、いうアーリータイムズ、アーリーイヤーズ、あー、うん、タイトルは何になるか分かんないです。それを作りたいっていう話で、ございました今回は、うん、これ、うん、多分恥ずかしい、俺が勝手に恥ずかしいんだけど、聞く人側は別にね、うん、どういう風に聞こえるんだろうね、分かんないですけどね、そういうものを、うん、第2弾としてはこのね10周年の、うん、作っていきます。うん、そこからあともいろいろやりたいことがたくさん、ございますんで、なーにしろねえ貧乏暇なしでございますから、あの時間がないくてね、スタジオにこもる時間が欲しいですね。いやいや、ビールも切れてきたんで、そろそろお開きでございますね。今週末は、うん、7月31日土曜日、15時開演でございますね、ブラックスピリッツシリーズ、うん、大分県宇佐市男屋リブートにて、15時開演でございますね。ケイクマ川出演いたしますので、お時間の合う方よろしくお願いします。皆様良い週末をお過ごしください。ケイクマ川でございました。はい。そうね。そうそうそう。だからさっきの話ですね、その19、20歳ぐらい、もうちょい経ってかな、なんかね、実家、俺一時期引きこもってさ、MTR、カセットの MTR 持って、地部屋でずっと録音してるみたいなね、話ですね、そう。今回のラジオが、一番最初、これね、今日 BGM でかかってるのは、プセウレピグラファという俺の音源をかけっぱなしにしてますけど、今回ラジオがその3曲目に収録されているジェイソン・モリーナーズ・ブルースという曲がありまして、この曲から始まったのは、その悶々としていた20代の頃ですね。あの頃にね、そう、地部屋でカセットテープで録音してる時にね、頭おかしくなってきて、あの最後には夜中にね、家の裏がすぐ山なんですけど、実家がね、でそこの裏山にね、あのゴミ箱を持って行って、そこに土をゴミ箱に組んできて、
うん、でそれをねジベアに持ってきて、あの鉄のスコップで刺すんですね、その土を、うん、それでその音を、土を掘るスコップで土を刺す音をリズムトラックにして、曲をね、この曲ですね、この音ですよ、はい、うん、こういう音を取ってこの曲じゃないんですけどね、当時そういうことをなんかやってたんですよ、うん、そうそうそう、それを思い出して、だからラーリー・イアース仮タイトル、うん、その話題なのでこの曲から今回放送を始めたっすよね。そうですね、そう、それでね、そこから紆余曲折あって、唐津の実家にで寝まってね、こう腐っていた頃にね、飲み屋で会った人たちと、じゃあ福岡にでも引っ越してバンドやって遊ぶかっていう話になって、2000年ですかね、ぐらいに確か福岡市の方へ引っ越してきたんですけどね、最初バンドのメンバーと一緒にこうね共同生活しながらみたいな感じでバンドを始めるんですけど、それで実家から、もっと逃げるようにね引っ越す日になって、なんでいろいろ楽器回り、ギター持ってったりだね、服とかこう身の回り品をね、あのその友達がトラック借りてきてそこに積んでいくっていうんで、うん、引っ越しの日にね準備をしてたら、そのね、楽器部屋のねなんか探し物してたらね、楽器部屋の奥にね、その時の狂ってた時期のゴミ箱に組んできた土、うん、ゴミ箱の中に土が入ってる状態のものがまたその時見つけて、ああと思って、こんなんあったなと家を出る日に見つけたらね、そのこれ嘘じゃないんだけど、そのゴミ箱からね、あの雑草の芽が出てたんですよ、うん、おおと思って、うん、そして俺は芽が出なかったですね、そのっていう、嘘のような本当の話で、ございました。ケイクモガでございます。あらす、あらす、あ、はい、目印をスピーカー You rain on rain AM Skid smileほどけたら二度と戻らないかごめ愛の目揺れるゴーストI'm cool, I'm 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 cool,
俺は必死だ。